こっちでありますね。よかった、間に合って、本当によかった。明日はきっと間に合うかな。明日も夜にやろうかなって感じですね。リップ濃すぎちゃう。ショッキングピンク、ショッキングオレンジみたいになっちゃう。ショッキングオレンジになっちゃうんですけど、なんで？そんな時は、この茶色塗って、茶色塗ね、茶色塗ったのに全然茶色になってないんですけど、でシャフをします。それでまた茶色を塗ればいい話かな。ダメだ、これは諦め、台東キャラ諦めました。ちょっとね、血色がないね。前髪も切りたい、年頃。こんにちは。色白美人。私色白いんだよね自分で言うんですけど、私マジで冬の間は日焼け止め一回も塗らなくても絶対に焼けないのよ。むしろ白くなるんだよね。むしろ白くなっちゃってね、なんかマジで冬は血色ない人間なの私。色白くなっちゃって、めっちゃいい話なんだけど、めちゃめちゃで、夏でちょっと焼けてちょうどよくなって、でまた冬でまた戻って、また白くなるという感じでございます。めっちゃいい体質やんけっていう。あ、ちょっとねお腹空きすぎて気持ち悪い。今日お弁当食べようと思ったらなくなってた、みんな食べちゃうって悲しい。明るすぎ、これ明るくしちゃうとさ、カラコンがちっちゃいからさ、すごい目がきつい人になっちゃうんだよね。こんぐらいで眉毛太いな。お弁当人数分あったはずなんだけどね、あったはずなんですけど、誰か2個食べたんですよね誰か2個食べたの。クレスプサラダワークス食べたの？ナイス。ちょっと待ってね。個人的にカメラの時の眉毛、私どんな眉毛だろう、わかんない。はなちゃん2個なんで、涙袋のラメはシピシピっていう、あの福玲奈さんがプロデュースしてらっしゃるあのブランドのベージュピンクみたいな感じです。
今日いつもと顔が違う。カロコンがちっちゃいから。だからちっちゃくないんだよね。ちっちゃくないんだけど、私にしてはちっちゃい、いつもより。こっちの方がいいっていう人もいるかもだけどね。黒のマスクどこで買いましたか。わかんないんだよね。なんかネットかな、わかんない。200枚入りみたいな、100枚入りみたいな。キャーちゃんパワーで英語クラス。え、あー、センキュー、ナイス。ゆいちゃんナイスよかった。そう、カロコンちっちゃいと大人っぽいから目がきつく見えて、目がきつく見えてって言い方があれなんだけど、お気に入りのカラコン見つけたことないのあんまり。うん、今日まつげ上げてないんだよね。下まつげ、下まつげしかマスカラしてない。謎に寝ちゃって、あの準備2時間あったのに30分で準備終わらせて、っていうかメイク途中だったんだよね。だけどもう眠くてもう寝ちゃったんだよね。朝からだったの、すごい8時何分とかに集合で、もうなんか眠くてね、もう寝ちゃったのよ1時間半ぐらいそしたらもうメイク途中でーすみたいになっちゃったこの絵どうですか、楽しみです。え、私出ないんじゃないかな、1回目、わかんないけど。せにきゃたん不足だよ。え、ありがとう。そんなこと言ってくれるん、そんなこと言ってくれるん、そんなこと言ってくれるんですか、私不足とか。ありがとうなんですけど、いや、むしろこっちが不足してるんですけれどもという気持ちだよ。ありがとう、みんなありがとうあ、歌では出るのか。そう、歌は出ます。何の曲かなあ、そう、桜咲く音の初披露だった。そう、上手に歌えたんでしょうか、わかんないですやめて自分で切ったの。そう、さっきマジで超適当に切ったんですよ。こっちで持って、しかもアイロンしてない髪の毛でこうやってやって、もうあれ、そう、こうやってやって、え、違う違う違う、こっちはティッシュを持って、もうこれがティッシュだとしたらこっちティッシュ持ってこうやってやって、チョキみたいなの切っちゃったんですよ今日。こうこうやって、やばくないですか普通にだけど謎に綺麗だった、意外と。だけどね、もうちょっと切りたかった。アイロンしてなかったからね、多分前髪浮いてたのかな。もうちょっと切りたかった。私いつも自分で切ってる。前髪でお金をかけたくないなという思いがあり、っていうか美容室に行けてなくてやばいです。地味にプリンなんだよね。行ける時間があんまりなくて、あるんですけど、あるんだけどね。え、ちはちゃんめっちゃ楽しみにしてるね、待ってますこのちゃんありがとうありがとう、待ってます。本当にありがとう、サラン、サランさん、ありがとう。にゃにゃみさん、はじめまして、はじめましてね。ね、聞いてほしい。私ね、サイン会でさ、私が「あ、こんにちは」って言うじゃん。で、向こうから「こんにちは」って大体返ってくるんだけど、私ね、私が一人で「あ、こんにちは、あ、こんにちは」みたいな言っちゃうの、やばくない？こんにちは、はい、出てきました。あ、なれなれさん、こんにちは、こんにちは、って自分で言っちゃうのよ。だからそう、ごめんなさい、本当に自分でね、こんにちは返しちゃうの本当にキャラがショールームで化粧しっかりして不思議な気分になる。どういうことこれが
本当の姿でございます。一人で二人分やっちゃうんだよね。そう、こんにちはこんにちはって言っちゃう。白飛びしてる。もうちょっとこのぐらいの方がいいか。待って、お腹が空きすぎて気持ち悪い。お腹が空いて力が出ない。全然見てない。僕僕アンパンマン、僕アンパンマン、僕アンパンマン、僕と一緒に遊ぼうよ。お腹が空いて力が出ない。キアンパンマンです。もうちょっと高い格好へ。アンパンマン新しい顔よ。それ似てない。アンパンマン、アンパンマン新しい顔よ。ん、アンパンマン新しい顔よ。それじゃんじゃがんじゃじゃんじゃんじゃん、うちでぐるぐるんじゃんじゃらがんじゃ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 ん、元気100倍アンパンマン。アンパンマン、アンパンマン新しい、ちゃ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 、アンパンマン新しい、ちゃちゃ、アンパンマン、ん、アンパ、アンパンマン、アンパンマン、ちゃちゃちゃ、アンパンマン、ちゃマンってなっちゃう。アンパンマン、ちゃちゃ、マンってなっちゃうよ。なんで？アンパンマン、アンパンマン、新しい顔だよ。似てないんやな。マスオさんになっちゃう。違う人、マスオさんになっちゃう。なんだっけ、サザエさん、カツオ、ワカメ、タナちゃん。どういうこと、頭大丈夫そう。カバオくん、なんだっけ。おバカじゃないよカバオだよ。おバカじゃないよカバオだよ。似てない。小島だよみたいになってる。やばすぎる本当に。全然似てないんだよね。え、野口さん？え、アンパンマンのマネするキャータンの、え、どういうこと？アンパンマンのマネするキャータンのマネ得意になった。キアラだよ。おバカじゃないよ。キアラだよ。全然全然違うわ。モノマネドラえもん。僕。僕ドラえもん、僕ドラえもんだよ。あ、似てない似てないね。のみだごん、のみだごん、タケコプター。じゃ似てない。てってれ、タケコプター。似てない似てない。ハム太郎の声わかんないんだよね。なんか喉詰まったみたいな声でしょ。どういう声か分かんないんだよね。たたくたたたたた、どういう声？分かんない、本当に分かんない。クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃんは、あら、しんのすけだった。似てない。
一つ喉乾いたお花リロ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 好きそじリロそじ全最後にじゃない一つあのごずど全然じゃない一つ喉乾いた一つリロお花パニャパニャサウスケ好き ドナルドブーふざけてるブーブーブーわからんてわからんてね、今さ絶対妹がさポニャサウスケ好きって言ってたんだけど今絶対配信見てるんですけどやっほー。今から妹の真似をします。はは、マジ気うるさいんだけど、どこ行って昨日は死ねって言ってきました。もうなんか何ね、私がなんか言ったんですよ。なんかしたら、うん、死ねみたいな妹すぐ殴ってくるんですよ。 DV 女っていつも呼んでます。嘘です、嘘なんですけどいつも妹はハッキーマジで向こう行ってくんない、マジ邪魔なんだけどって言ってきますあ笑ってるね、やだ見ないでよくんはねえキーン、ねえギーン、ねえポケモンのね、あのね、あのボルトロスゲットしたね、色違いゲットしたんだよ。ねえ見て見て見て、あのねあのね、あのボルトロスのね色違いだってね、ねあのキーゲットした、あゲットした、あゲットした、私は無視して、ねえねえねえキーン、キーン、ねえねえキーン、ねえ聞いてるいつも私無視するんですよ、私無視するんですよとか言ってかわいそう。面白すぎる、なんで無視するん、もうね知ってることを言ってくるんですよ、同じことを。それが嫌でですね無視しちゃうんですよあのもうお母さんからもうなんか、あなんか色違いゲットしたんだってみたいな、もう言われてるのに分かった、あじゃあそうなんだみたいな言ったのに、弟からねえねえキーキーキーねえゲットして色違いみたいな、一回なら分かる、あそうなのよかったねって言うんですけど、えねえねえねえキーゲットしたい、えゲットしたいみたいな、はい無視かわいそう、かわいそうすぎる、かわいそうすぎるそう、妹からは塩対応で私から弟は塩対応って感じですね。その通り、弟に彼女できたらどうする、多分できないと思います多分できないと思います、女の子と話してなさそう、偏見、超偏見。何歳だと思う私の弟、何歳だと思いますか私の弟、何歳だと思いますか女の子と話してなすのは偏見なんですけど、恥ずかしがり屋なんですよ。だから話してな、でも小一の時は好きな子おるって言ってたあそんなこと言ってないけど、あの TikTok で好きな子おるみたいな、おるで、それで今好きな子おるって言いました、はい、ごめんなさいどうでもいい5歳6歳8歳9歳13歳4歳10歳だってね、13歳11歳好きなコール、ああ9歳10歳あみんな合ってるやん、9歳10歳ぐらいです、9歳でー知らないけど、あ10歳かも、9歳か10歳どっちか分かんないです。
初見です。あやとさん嘘ですね、初見のマークが出てないので初見ではないです。マジレスすな、マジレスすな。あやとさんありがとう、ごめんなさい、マジレスしちゃってごめんね、ありがとうございます。ありがとうございますね。キャータの妹になったら大変ですよ。一緒に遊びに行こうってなったら私遅刻しますし、え準備まだみたいな言ってますね。だから大変です妹になったら。私の行動が遅くて妹といつも喧嘩になります。おもろすぎる本当に。何でも買えます、本当に本当に何でも買うって言ったね。いや妹の方が大人は違います、私の方が大人です。妹は精神年齢がずっと小5から変わってないので、精神年齢は私の方が上だと思います。妹ははたいてきたり仕返ししたりするのでダメだと思います。スクショタイムください。スクショタイムどうしよう、スクショタイムどうしようかな、無理だ、どうしようかな。無理でした、これでいいや。スクショできてますでしょうか。初見です、呼びません。かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。本日のお勤めください、しません。最近しませんにハマってます。ごめんなさい、反抗してます、ごめんなさい。本当にスキンリリーおすすめだよ、かわいい。イヤイヤ期です。本日の招待をください。ママジニーキンタンキンタンタン、MKT さん大好きなよ、キラリン。塩対応って言われたので神対応しました。神対応しましたってなんかやだな、なんか神対応しましたってなんかビジネスみたいでやだ、ちょっとビジネス、まあいいよ、 MKT さんにはもうビジネスなんで、ビジネスビジネスです。ひどいひどいひどい、かわいそうかわいそう、ごめんなさいね。今でも塩対応してくださいって言われたから神対応したんですけど、そしたらなんかビジネスみたいになっちゃってかわいそう。かわいそうよケイティさん。ビジネスキャラって言われちゃう。私にもあ、あ JK ちゃん嫌い。でも反対のこと全部全部反対のこと言います、反対のこと言っちゃうよ。あたとたん、あ明日来てね。そろそろ塾師解禁してください。塾師はしません、お話し会でしかしません。わかんないけど、そのうち明日とかに塾師してそう。え、タカピロさん塩と神の間をください。タカピロさん
無です、無です。チェ、かわいそう、しゅんくん。かわいそう。くま、くまのがおばちゃん楽しみにしてるよ、ありがとう。キャラちゃん変なポーズください。変なポーズじゃないでしょ、可愛いポーズでしょ。え、もぎさん、ロボット太陽ください、ロボット太陽ください。あーら、もぎ、あ、もぎもぐ、あー、ハローハロー、ヤッホーヤッホーって言っちゃった、ヤッホー言っちゃった、ねえ、ヤッホー言っちゃったじゃん。ロボットって言われたから反対ってなんだろうって思ったんですけど、思いつかなかったので英語にしましたんですけど、ヤッホーって言っちゃったんで読めました。びっくりあげもん、びっくりあげもん、びっくりあげもんよ。21時54分だそうです。どうしようね。お腹が空いて力が出ない、お腹が空いて力が出ない、誰の声。もう全部この声で話したくなっちゃう。どういうこと。てるてるるってふん、あ、無理だった、てるてるるってふん。新しい顔よ、それドンカチできるように応援して。私も最近普通の通常マッチ行ってないんだよね、ずっと人狼、ずっと人狼ばっかしてるんで、マジでね通常行ってないから、あの無理です。私が おまじないかけたらやばい。私今回のねランクマスターも行ってないの、やばくない。ダイヤ、ダイヤの4号ぐらい、やばくない。もう終わっちゃうよシーズン、もう諦め。そんぐらいいってない、100戦もいってない、通常勝ちでやばすぎる。本当にいってない。難しいよね人狼ね。最近アマンガスも始めた。アマンガスね楽しい。インポスターでも、インポスターにならないとつまんない。なんか小屋人狼はさ、市民でも市民、なんかうーん、なんだろう、人が見やすいから人狼当てやすいけどさ、アマンガスはさ視界狭いじゃん割と、だからさ死体も見つけづらいし、うーん、そう、親父のロとさ、なんか割と透けて見えちゃったりするから、死体箱とかだから、うーん、あと普通に見つけやすいとこにあるから誰が人狼かすぐ分かるんだけど、アマンガスは死体見つけづらいところだったら本当見つけづらいし、でもアリバイ作るの難しそう。そんなことないか、そんなことないけど、でも難しい。スマホでやってる。アマンガス上手にできない。配信者のこと見てるんだけど、なんであんな上手にできるんですかっていう感じですよね。そう、アマンガスさ、チャットなんか、しかもチャット打てない時あるし、めんどくさいよね。私すぐにキルしちゃうから。キルするの好きだからって、やばくないね、やばくないじゃない、やばいねやばいんですけど、キルして疑われなかった時にという気持ち。独自戦術無理、負けた。
一昨日ぐらいやったんですけど負けました。もうやってません。おこ、おこだよ。あ、ランキング。マイメロの動画ツイートしてください。やばい。待って喉に。申し訳ありません。ちょっとちっちゃい声で13位マサさん、12位ゆらゆらちゃん、11位ま、10位マッシー、9位しゅんくん、9位えなそうちゃん、7位ディーバさん、6位しおりちゃん、5位エムキティさん、4位コトミン、3位ユパ、2位メイレン、1位はエトコトン。ちょっと声がごめんなさいね、本当にね、ごめんなさいね、ごめんなさい本当に。ちょっとカバ、もうおばあがじゃないよ、カバオだよのせいですね、これは完全に。これは完全にカバオくんが先輩です、本当に。どういうこと。お水飲みます。お疲れ様です。ごめんね、本当にごめんね、皆さん。せき、私の咳込みをさ全世界に発信しちゃってマジでごめんなさいっていう気持ちです。ごめんね、ごめん、咳込んじゃって失礼な配信をしてしまいました。ごめんね、困っちまう、これはカバオのせいで。最近替え歌にハマってんの。あ、今度また話すんですけど、作ったあれ忘れちゃった、もう。あの次は、あ、いつかあの替え歌作ったやつとか歌えます。勝手に怒られるかもしれない。でも中でカバオのせいしないで。おやぷみ、おやぷみ、おやすみ。待って、何時今。 Now please。 今さ22時でさ、あっって言ったら咳が出てしまいました。申し訳ありません。ということで切りたいと思います。危なっ。バイバーイ、バイバーイ。ラブかラブなのか、ラブだよ、バイバイ、ラブ。